あれは1971年、雨が降り注ぐ夜のことだ。ゼノミリタリーは何も受け取らなかった。そう、レイクミドロからの連絡は何も。これ、作り話ですよね。少し興味が湧いた。ここに残るのは賢明ではないわ。あんたたちには関係ないでしょ。何か伝えようとしているのかも。私たちの中に殺人鬼がいるってこと。ゼノミリタリーの少年部隊同様、厄介なものに目をつけられたみたいだね。増えてきてるわ。このままでは。